ねえ、マリサ。どうした霊夢。最近マツダ車のデザインに惹かれるんだよね。特にマツダ3のファストバックの顔つきが精悍な顔つきで男らしくて好きだわ。ああ、逆スラントノーズっぽくて美しいよな。え、あの顔って逆スラントノーズっていうの？そうだぜ。フロントグリルの下の方よりも、ボンネットの先端が前に出ているデザインを言うんだぜ。70年代とかの旧車にはよくあったデザインだな。そういえば、三菱の初代ディアマンテも逆スラントノーズでいかつくてかっこいいぜ。この車知ってるわ、確かにかっこいいよね。じゃあ今日はこの車について解説して。よし、いいぜ、今日は三菱初代ディアマンテについて解説するぜ。もしこの動画が面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それじゃ行くぜ。よろしくね。三菱ディアマンテは、1990年5月に販売開始されたフォードアハードトップの上級サルーンだ。同年まで製造されていた、キャランシグマ及びエテルナシグマのハードトップからバトンを受け取る形でのデビューになったが、5ナンバーモデルが併売されていた前車とは違い、ディアマンテは三菱初の3ナンバー専売モデルだぜ。でも、3ナンバーって税金が高いし、5ナンバーモデルもあった方がユーザーの選択肢が広がっていいと思うけど、ああ、実際に三菱もディアマンテの開発当初は、狭い道でも扱いやすいミドルサイズが好まれていた国内向けには5ナンバーモデルを、海外向けとして3ナンバーモデルの2種類をリリースする予定だったらしいぜ。じゃあどうして三菱は急に方向転換したの？その理由は2つある。1つ目は、ディアマンテの開発が進んでいた1980年代中盤から90年あたりといえば、日本中が空前の好景気に沸いていたバブルの真っただ中。BMW やベンツなどの高級輸入車はもちろん、ハイソカーブームでマーク2やソアラとかもバカみたいに売れてたから、それに対抗する車種が三菱としても欲しかったんだろう。なるほど、バブル時代の高級志向に乗っかったんだね。もう一つ、実はディアマンテがデビューした直前の89年、法改正で3ナンバー車の自動車税負担が軽くなっているんだが、この情報を三菱が事前に仕入れていて、3ナンバー専売路線に急遽スイッチした、という噂があるぜ。そういえば、ローレルやマーク23兄弟もこの頃まだ5ナンバーだったよね。最大のライバルとされていたホンダインスパイアでさえ、3ナンバー専用のワイドボディモデルが追加されたのは1992年だからな。つまり三菱は販売競争における初戦といえる、情報戦略で他社を出し抜くことに成功したんだ。まさに、情報を制する者は、戦いを制す。だね。そういうことだぜ。まあこれに関しては、三菱が3ナンバー車の税制が改正される未来を見越して、大英断を下したとの話もあるから真相はどっちかわからないぜ。そうなんだ。でも、相手はそうそうたるメンバーだから、スペックや装備がついていってなかったら相手にならないよ。もちろん、その意気込みを示すようにディアマンテという社名は、三菱グループの象徴であるダイヤモンドを意味するスペイン語から取られているし、販売時のキャッチコピーもあの車とは違う。ファーストミディアムカー宣言と、ライバルを意識した挑戦的なものになっているぜ。あの車って、名指ししてないのが憎い。ちなみにあの車とは当時爆発的にヒットしていたマーク2や BMW のことらしいが、真相はわからん。だが、キャッチフレーズの通りデザインコンセプトやサイズ感、そしてスペックまで両車種は全く違う。そしてこの違いこそが、ディアマンテが大ヒットした鍵を握っているんだ。ところで、ディアマンテって3ナンバーだけあって、結構大きく迫力があるように見えるよね。全長 4740mm 全幅 1775mm のワイドボディが、どっしりとした高級感を醸し出しているし、長いホイールベースの効果で走行安定性が増している上、車内空間にもゆとりが生まれてるんだ。サイズ感だけじゃなく、顔つきも日本車離れしてるよね。ああ、今も昔も国産車はフロントグリルの下側が前に出ていて、ボンネットにかけてなだらかに立ち上がるスラントノーズがよく採用されている。だが最初にも言ったけど、ディアマンテはその逆でボンネットの先端が前に突き出している、精悍で男らしい逆スラントノーズが特徴だぜ。そういえばこのスタイルって、マスタングあたりのアメ車を思い浮かべちゃうわ。そうだな。だが、三菱が強く意識していたのは世界で最も美しいクーペと呼ばれ、バブル世代の憧れだった BMW6 シリーズだろう。バブル期とはいえ、さすがに BMW には手が届かなかった層をターゲットとして考えていたんじゃないかな。次に、搭載エンジンだが、改正税率にマッチするように1リットル、2.5リットル、3リットルという3種類の V6 エンジンが投入されており、いずれも高精度燃料噴射システムや可変吸気システム、点火システムなどで電子制御化されていたんだ。全車 V6 エンジン搭載っていうのも、当時の高級車らしいよね。その反面、高級車らしくないと言える点もいくつかある。通常、このクラスの高級セダンには FR が採用されるのがセオリーなんだが、ディアマンテはコスト削減や生産性の良さから、コンパクトカーで主流となっている FF が採用されているんだ。
FF、最近こそ FF の高級セダンも出てきたけど、当時としてはかなり珍しくない。ああ、勇気あるチャレンジとも取れるが、実際のところはディアマンテが FF であるギャランシグマの後継だったことも影響しているだろうな。いずれにせよ、FF レイアウトを採用したことで車内空間にさらなるゆとりができ、それがシックにまとめられたインテリアと相まって、プレミアム感が増したのは確かだぜ。なるほど、怪我の巧妙的な要素も少しありそうだね。ところでさっきいくつかって言ってたけど、他にも高級車らしくないところがあるの？うむ。後々 FF 設定のみになりはするが、販売当初から 4WD モデルが設定されていたことも、当時の高級セダンとしては非常にレアだったんだ。当時ほとんどなかった FF3 ナンバーのミドルクラスセダンで、しかも 4WD 設定まで最初からあったのなら、ライバルたちとの差別化はバッチリだね。その通り、ゴージャスかつ頼もしい外見と V6 エンジンによる十分なパワーと乗り心地の良さ。そして FF、4WD と他の車種にはない選択肢があることで、唯一無二の存在になったディアマンテは、有力視されていたホンダ NSX を退け、1990-91の日本カーオブザイヤーを受賞することになる。でもさ、カーオブザイヤーを受賞した車が、必ず大ヒットするとは限らないよね。ああ、この賞は売れているからとか、売れそうだからという理由で授与される賞ではないからな。まあ、セールスの下支えにはなったと思うが、ディアマンテが大ヒットした理由は他にあると思うぜ。それは何？具体的な価格は後ほどまとめて解説するが、ディアマンテの新車価格はライバルと比べてかなりリーズナブルだ。にもかかわらず、これでもかというほどたくさんの先進装備が採用されているんだ。安くていいものが買えるならそりゃ売れるよ。具体的にはどんな装備が搭載されてるの？まず、内装には2種類のリモコンキーでドライバーを見分け、ステアリングホイールの角度やシートポジション、ルームミラーやドアミラーの角度を自動的に調整する三菱インテリジェンスコックピットシステムが世界で初めて採用されている。すごく近未来的な装備でかっこいいね。さらに、FF2WD モデルにはこれまた世界初で、現在のプロパイロット技術につながっているトレースコントロール機能を備えたトラクションコントロールシステム。さらに、電子制御ダンパープラスエアサスからなるアクティブ ECS、四輪ソーダ、四輪 ABS、四輪独立喧嘩で構成される、アクティブ2システムを搭載していたんだぜ。世界初の技術がてんこ盛りだね。ちょっと豪華すぎない。ああ、しかも落ち着いていて地味ではあるが、シートの素材など室内インテリアの質感も高い。正直、あの価格帯でこれだけの装備を搭載し、高級感を出した三菱の努力には頭が下がる思いだぜ。安い上に機能性も抜群で高級感もある、バブルにはもってこいの車だね。それでもう一つのヒットの理由は何？うむ。実は初代ディアマンテは発売したタイミングが絶妙すぎるんだ。おそらく計算づくだとは思うが、3ナンバー車に対する税制改革と BMW6 シリーズの販売終了。しかもバブル末期とはいえまだまだ高級志向が色濃く残る絶妙のタイミングを狙いすまして、ディアマンテは投入されたってわけだ。先見の明があるね。しかも、BMW と比べるとかなり安くゲットできるし。その通り、FF 採用の効果で生産コストの削減が成功した結果、サイレンカグレードの2リッター V6 搭載モデルの新車価格は200万円程度、3リッターモデルでも320万円ぐらいでゲットできる。ぶっちゃけ、BMW どころか国内の競合上級セダンと比べても、破格の安さと言えるぜ。すべてがベストマッチしてヒットにつながったわけね。ちなみに、三菱は当時パジェロの成功によって海外市場での存在感を増しており、特にオーストラリアを中心に1987年から販売していたマグナワゴンが、事業用車両として人気を博していたんだ。マグナワゴン、国内ではほとんど流通してないから知らなくても無理もないが、この後継として追加されたのがディアマンテのステーションモデルで、製造工場があるオーストラリアはもちろん、ヨーロッパでもシグマコンビという社名で販売されたんだ。ディアマンテのステーションモデルは国内にも入ってきたの。輸入車として若干な。ただ、セダンよりやや高い価格設定や部品調達の困難さなどの影響で、国内市場ではあまり歓迎されなかったようだ。基本デザインやスペックはセダンとほぼ同じなので、一部にコアなファンはついていたようだが、ともかく、2.5、3リッターモデルを上手に選べば、税金などの維持費も調整できるし、使い方に合わせて FF、4WD と1をステーションワゴンがチョイスできるし、挙句どれも先進装備満載なんてほんと至れり尽くせりだわ。当時の三菱は今と違って随分商売上手だね。うむ、結果としてこの初代ディアマンテは2度のマイナーチェンジを経て、1995年にセダンモデルが販売終了。1993年に追加されたステーションワゴンモデルのみ97年まで販売されていたが、
合わせて7年の実動で22万台を売り上げたのだから、三菱の同ランク車種としては大成功を収めたと言えるだろうな。バブル崩壊もあったのに、これだけ売れたのはすごいわ。価格がライバル車よりも比較的安かったのも良かったし、そもそも三菱の緻密な戦略が功を奏したんだな。でかくて見栄えがするし、しかもハイテク装備も満載なんて、バブルじゃなくても流行りそうだわ。ねえマリサ、初代ディアマンテを今買おうとするといくらぐらいで手に入るの？初代ディアマンテを大手中古車情報サイトのグーネットで検索してみたが、販売終了から25年以上経過した車種ということもあって数台しか出回っていない。そっか、じゃあ価格も高めになってるの。いや、極端に走行距離が短く、すこぶる状態がいい中古車が100万円以上で販売されているケースもあるが、70万から80万円出せば、数年乗り続けられるレベルの車体が手に入るかもだ。今この車を乗ってたら逆におしゃれかもね。どうだった？今回の解説を聞いて、ディアマンテという車がどんな車か分かってもらえたか。正直あまり印象のなかった車だったけど、世界初の先進装備が満載なところや計算され尽くした絶妙の販売タイミングなど、三菱の思い入れの強さや読みの鋭さがすごかったわ。特に、当時異例だった FF3 ナンバーセダンを選択したのは、英断だったと思うよ。初代ディアマンテの成功により、FF3 ナンバーセダンというジャンルを引き継ぐ形で、この後いろいろな車が生まれたことを考えると、三菱の試みは国産高級セダンの定説を変えたと言えるだろうな。いろいろあったけど、三菱にはこの頃の気概を思い出して大復活してほしいわ。そうだな、それじゃ今日の解説はここまで。もし、みんなが知ってるディアマンテの隠れたエピソードがあったら、コメント欄にどしどしアップしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。これからも、みんなが楽しめる動画を投稿できるように頑張るので、気に入ったらチャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。